酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回も生ビールです。贅沢ラガー、琥珀のキレ。限定醸造サントリーです。芳醇なコクと爽快なキレ。アルコール度数がなんと 7%。生ビールで 7% って、あれあったっけ？まあいいけど。天然水醸造。最近はあれですね。もう高いの。生ビールなのにね、アルコール度数 7% とかで、むちゃくちゃなやつが出てきましたね。で、贅沢の秘密。3種の麦芽が織りなす、コク深い高濃度麦汁と、コリアンダーシードで芳醇で後味のキレが良いビールに仕上げました。3種の麦芽というのが、ミュンヒナー麦芽と、うまみ麦芽と、濃色麦芽を使ってると。原材料が麦芽とホップと、コリアンダーシード。コリアンダーシードか。コリアンダーシードってことは、ちょっと柑橘系なのかな。乾杯。甘い。ほんのり甘いぞ。甘味料は、糖類は使ってないみたいだけど。甘いな。甘いな。明らかに甘い。明らかに甘い。今日のつまみもこちら。ルーさんの甘辛キムチという、ローソンストア100の100円商品。これいいですよね。100円でこの量キムチ入ってるっていいよね。ホームページに書かれてないですね。あれ？これそんな前に買ったやつだったっけ？違うよ。書いてない。琥珀のキレ。こちら7月の3日に発売された、ビールです。ファミリーマートかサークル系サンクス限定販売。芳醇でコク深い味わい。後切れの良い。暑い夏に飲むにはぴったりのアンバーラガービールです。嘘つけ。こんな甘いの夏に飲めるかよ。甘い。ちょっとこれ甘いっすね。暑い夏にお前こんな甘いの飲めるかって話よ、本当に。これは美味しくねえな。うん。後味がものすごい甘い。まあ、コクはあるんだけど、なんとも言い難い、この、後味になんか、柑橘系の甘さみたいなのが、
ドカッとくる。ビールですね。でもアルコール度数が 7% のくせに別にあのアルコール感は感じないですね。アルコールの臭さ。うわ、アルコール強えみたいな、そんな感じは受けないです。うん。普通に飲んでても、普通じゃねえみたいな、感じですね。まあ、琥珀のキレって書いてある。琥珀の、琥珀ビールね。あんな感じ。うん。甘いな。これは甘い。ビールで甘いやつとか、糖類入ってたりするやつ。まあちょっと無理ですね。うん。やっぱ、ピルスナーみたいな、キリンラガーとか、ああいったすっきりしたやつの方が好きです。苦くてね。うん。苦い。まあビールって言ったらまあ大体苦いですか、うん、別に甘いのが嫌いとかってそういうのではなくて単純にビールなのになんで甘いのって感じなんですよ。だから普通にカクテルだったら甘いのなんて 大量にあるじゃないですか。俺も好きなのはジントニックとか甘いですからね。ジントニック大好きですけど、あれも甘いです。ただね、なんというかこの、ビールっていうのを、そもそも苦いはずなのになぜか甘いっていう、その、よくわからない感じ。うん、甘くもあり、なんだろうな、このな、この感じな。なんか中途半端に甘いっていうか。舌に残る甘さというか、そういうのはありますよね。もう11月の11日ですけど、今日はポッキーの日かな。11月11日はポッキーの日です。ポッキーはもう何年も食ってないな。ポッキーうまいんだけどな。ポッキー美味しいんだけどね。これダメだ、これまずい。これはまずいです。コクはまああるんだけど、甘みがちょっと強い。香りもまあある。これ美味しくない。はいと、4442です。ご視聴ありがとうございました。